カウテレビがお届けします社長室101。今回は東京都千代田区に来ています。今日お尋ねしている会社は不動産会社です。会社名をサンフロンティア不動産株式会社とおっしゃれまして、東証一部上場、その中でも特筆すべき事業としてですね、不動産再生事業、この都心のですね、価値が下がってきた、不動産物件を、価値を再度作り直して市場に供給し直していくというですね、不動産の価値再生事業をですね、大きくしてらっしゃる会社でですね、あのリーマンショックの時には非常に苦しい難局をなんとか乗り切って、一時はですね、その株価下落率東証一部でワースト1位から、また株価上昇率、トップ1位までを経験されたですね、ある意味その一番苦しい時期から大変な成長の時期までを経験して現在に、存続していらっしゃる、会社でございます。そちらの創業者であり現在社長を務めていらっしゃる堀口社長に今日は詳しくこの会社の強さの秘密について聞かせていただきたいと思います。ご紹介します。堀口社長、今日はよろしくお願いします。サンフロンティア不動産株式会社、このまず会社のですね、概要から聞かせていただきたいんですが、当社はその不動産のサービスとそれから不動産再生という2つの部門に分かれています。はい、このサービスというのは一般的にはどこにでもあるその、まあ、オフィス、それも都心のオフィスに特化している会社です。でそのオフィス仲介やビル管理やそれから保証事業やさらにはその建築企画売買仲介といった、はい、一つ一つのパーツを見るとどこにでもあるその会社なんですね。はい、そしてもう一つはこれはこの我々の特徴なんですけれども、はい、その現場で培ってきているお客様からのご依頼ごとや、はい、そのお困りごとやその解決策やそれを自社 その購入していくその古くなったスペックが合わなくなった設備が古くなったような老朽化したビルに対して全部そのノウハウを注入していってます。そのことによって その外から見たらただきれいになったビルにしか見えないんですけれども中身は実はその我々が培ってきているそのビル経営のマネジメント力再生力オペレーション力が全部その濃縮されているビルとして作り上げていく不動産再生ビル、これはその後 その入居率やまた安定性やそのお客様に対して そのクレームのなさやねというふうなものにどんどんつながっていってご支持を膨らましていっているというビジネスの形です。今ちょっと一連の不動産事業をちょっともう一度おさらいさせていただきたいんですが、どういう事業が一連であるんでしょうか。これは会社が作ってきたその歴史ですけど、売買仲介からスタートして、はい、次オフィスの賃貸仲介、そしてビルの管理を、はい、そして管理してたら当然内装をリニューアルしたり、はい、あのエントランスを直したり電気を直したりとかさまざまなことがあります。はい、その機械建築ですね。そしてその滞納の賃料が起きてきますから、はい、さらにこの賃料保証ができますね。はい、それとともにこのお客様 その資産全体をこう見て その相談ごと資産コンサルという部門があるわけです。全部お客様に一つ一つ単独でこれ足し算の世界でこのサービスを供給しています。はいはい、でこれはオーナーさんもバラバラのオーナー様、はい、もちろん一緒の時もありますけどね、はいというこのサービス部門と、はい、そのノウハウがここに全部蓄積されていくわけですね。はい、当然に、はい、その蓄積されたノウハウを自社で購入するその中古のビルを購入していきますから、はい、そのビルに対して全部このそれぞれのところで積み重ねて一貫して、うん、それを作り上げているんです。なるほどなるほど、うん、なるほど。あ、じゃあ自社購入物件に関してはもうワンストップで全部やっちゃうと、お客さんに関してはその時々に求められたサービスをバラで提供していらっしゃる、そういうことです、ね、はい、そういうことです。そのノウハウをこの
創業は1999年ですかね、からその蓄積してくるのにですね、やっぱりある程度の時間が必要ではないかと思うんですが、最初はどこからスタートしていったんでしょうか、この事業というのは。これはね、その最初はビルの賃貸売買仲介とか賃貸仲介しかやってなかった最初はわけですわ、ね、なんだけれども、そのやってるとね、お前とこれできないのと、ね、その内装できないのと管理できないのっていうふうにしてこう言われるわけですね。追加のご依頼というか相談が来ると。そうなんです、それに対してね、できないって言ったらね、ああそうで終わりですよね、やったことありませんみたいなので、もう終わってたら終わりなんだけど、それをですね、あ、任せてくださいとかねできますできますできますやりますって言ってね、こう取り組んでくるわけですね。そしてこの一つ一つそのお客様に教えられるように、導かれるようにして、お客様の視点のそのニーズをね、この叶えるようにして取り組んできた。その現在この形になったというだけですね。そうなんですね。最初は売買とか仲介からスタートだったんですね。もうそれしかないですね。それしかなかった。私一人しかいないわけですからね。社長一人でスタートされたんですか。もちろんもちろん最初。なるほど。この最初からこの銀座の、この一等地でというわけではないですね。最初創業の地はどちらからだったんですか。最初は一番最初は浜松町のワンルームマンションですよね。その事業がどこかのタイミングでポンとこう伸びるそのきっかけっていうのは何があったんでしょうか。元来自分自身 そのポリシーとして誠実でいたいということが私にはあの昔からどうもありましてですね、そういう状況の中で売買仲介で契約した事案がローン特約白紙解約の事項に引っかかって、よくその手前でしっかり調べ上げて銀行さんからも融資が出るとやってたんですけれども、やっぱりそれでも出なかった。それはもう平成11年の頃ですね。なんですが、その出ないということをごめんなさいでやれば契約書にも書かれているわけですから、それで済む話なんですね。なんですけど、私はその人に対して約束したことを最後まで履行できないということに対してとても強いその責任感をこう自分自身に勝手に感じていったわけですね。でそのことが実はその結果的には物件をね、当社でお金なんか全然ないんですけれども、あの協力者が周囲から銀行さんとかね、アドバイスしてくれる方とかね、工事を担ってくださる方とかがこう出てきてくれて、その物件を当社でその売買価格仲介した値段と同じ値段で購入させていただくことに結果になるわけです。それはただ一点、その売り主様が大きな負債を抱えておられて、それを売った後にその自己破産を申請されるというね、そういうスケジュールの中でもう今ここでやらなければ大変なことになるというね、そのお客様に対しての不義理を与えたらいけないんだと、その売り主に対して不義理を与えられたらいけないんだというね、その一点で踏み出していった、そしてビルを購入させていただいた、ね、そしたらもうお金が他にないわけですから、それ大変だと思って、必死になって空いてたお部屋を埋めたり、自宅で使ってたところをそのオフィスにコンバージョンしてですね、それでこのオフィスとして貸し出した、ね、それが実は今のこの不動産再生リプランニング事業、そんな名前なんかないですよ、の実は第1号になっていくわけです。じゃあ売り主さん買い主さんの仲介をする事業をやってて、買い主さんが突然買えなくなったと。なので代わりにサンフロンティアさんがその融資を取り付けて自社で代わりに購入したと。買わなくていいものね、買わなくていいものを購入せざるを得なくなったというか、まあ義を果たしたと。自分がねで買った物件をもう一生懸命埋めて再生してたら、それが結果として不動産再生事業のきっかけ第1号になったと。お金がないから必死になってやって売りに出したら、それがもう1ヶ月間ぐらいで売れていくわけです、結果としてその時のやっぱりその不動産購入し、何ヶ月か後に売却成功して、やっぱりいくらかの利益はしっかり出たわけですね、その事業として。まあもう仲介料から見たらちょっと大きな利益ですけれども、2億円の物件だったんですけど、それに対して仲介だったら600万円、それに対して、ね、今のそれやつ取り組んだら2000万円ほど出たんですね。なるほど。でわーってびっくりしましてね、こんな仕事あるんだと思って。